香水紳士。大阪啓吉。品川の駅ですぐ前の席へその不遠慮なお客さんが乗り込んでくると、くるみさんはすっかり元気をなくしてしまった。今日は日本晴れですから、神津のおばさんのお家からは富士山がとてもよく見られますよ。お母さんからそう聞かされて喜び勇んでお家を出た時の元気はどこへやら。座席の片隅へ小さくなったまま、すっかりしょげ返って、窓越しに後ろへ飛び去っていく郊外近い町の屋根屋根をしょんぼり見つめ続けるのだった。東京駅発午前8時25分の伊東行きの普通列車である。その列車の三等車の片隅の座席にくるみさんは固くなって座っているのだ。日曜日で客車の中には新緑の箱根や伊豆へ出かけるらしい人々が大勢乗っている。しかしくるみさんは箱根や伊豆へ出かけるのではない。ずっと手前の神津のおばさんのところへ行くのだった。神津のおばさんのところにはいとこの信子さんがいる。信子さんはくるみさんより5つ年上の21で、この月の末にお嫁入りするのである。くるみさんは日曜日を利用して娘時代の信子さんへのお別れとお喜びを兼ねておばさんのお家へ出かけるのだった。網棚の上の風呂敷の中にはお母さんから託されたお祝いの品が包んである。昨日お母さんと二人で新宿へ出て整えた品であったが、その時同じ店でお母さんに知れないように自分だけのお祝いのつもりで買い求めたもう一つの品物がある。それはくるみさんの制服のポケットの中にこっそり忍ばせてあった。かわいい真っ赤のリボンをかけた小さな美しい細工の木箱に入った香水だった。何か私だけのお祝いをあげたいと思い、何にしようかしらと考えて思いついた品だった。これ私だけのお祝い。そう言ってこっそり信子さんに渡す時の楽しみを昨夜から胸に描いていたくるみさんである。その香水のかわいい木箱と一緒にくるみさんのポケットの中にはチューインガムとキャラメルが入っている。心よい小旅行への楽しい用意であるは言うまでもない。実際くるみさんは今日の神津行きをもう3日も前から夜も眠られないほど楽しみにしていた。いよいよ今朝になるともうご飯もろくに喉を通らない。ダメですよくるちゃん、ご飯だけはうんと食べていかなくってはとお母さんにたしなめられても、だっていただきたくないんですもの。もしお腹が空いたら大船でサンドイッチを買いますわ。あそこのサンドイッチとっても美味しいんですもの。まあ
呆れたおしゃまさんね。どこからそんなこと聞きかじったの？あら、やだ。だって、去年の夏、鎌倉の帰りにお母さんが買ってくださったじゃないの。そんなわけで、早々にお家を飛び出すと、いそいそとして東京駅へやってきたくるみさんである。日曜日で、列車は割に立て込んでいたが、それでも車室の一番隅っこに、まだ誰も腰掛けていない上等のボックスが見つかった。一番隅っこであったことが、わけもなくくるみさんを喜ばした。ここなら、ガムを噛んだってサンドイッチを食べたって恥ずかしくないわ。心ゆくまで、一時間半の小旅行が楽しめるのだ。まず、窓際へゆっくり席を取って、ガラス窓を思いっきり押し開ける。と、心よい5月の微風が、ざれかかるように流れ込んできた。やがてベルが鳴り、列車は動き出す。そして、くるみさんの楽しい小旅行が始まったのだ。ところが、そうしてまだ10分もしないうちに、列車が品川の駅へ止まると、くるみさんのボックスへ一人の愛客が割り込んできた。そしてそのお客さんのおかげで、途端にくるみさんはしょげ返って、座席の片隅へ小さくなってしまったのであった。その客は、年の頃40前後の、目つきの妙に鋭い、顔も体も嫌に大きな、洋服の紳士であった。中折れ帽を目深にかぶって、ネズミ色のスプリングコートのポケットへ、なぜか右手を絶えず突っ込んだままでいる。最初、紳士は、車室の中へ入ってくると、通路に立ったまま、素早く車内を眺め回し、まだ他にも席がないではないのに、ふとくるみさんの方を見ると、さも満足したような表情をちらっと見せてすぐやってくると、くるみさんの目の前の席へ、大きな体で無遠慮に、黙ったままどしんと腰掛けたのであった。そして、笑うでもない、怒るでもない、まるでお面のような無表情な顔で、くるみさんの顔を、体を、しげしげと見るのだ。帽子はかむったまま、右手はポケットへ入れたままである。くるみさんはひやりとして身をすくめると、窓の外へ顔を背けてしまった。列車はいつの間にか、新緑の大森の町を走っている。空は素晴らしい日本晴れだ。普通ならば、もうこの辺で、そろそろチューインガムを噛み始める予定だったのに、今はそれどころではない。せっかくの楽しみも、これですっかりおじゃんだわ。くるみさんは、横顔のあたりに、紳士の気味悪い視線を感じながら、ひそかにため息をついた。
やがて紳士はくるみさんの方から顔をそらすと、窓の方を背にして横向きになった。そしてコートの左のポケットから左手で新聞を取り出すと、相変わらず右手はポケットへ入れたまま、不自由そうに片手で新聞を広げて、それを顔の上へかぶせるようにしながら熱心に読み始めた。窓の外を見ていてもくるみさんにはその動作がよくわかるのである。時々窓から流れ込む爽やかな風に吹かれて新聞がペラペラとなる。すると紳士はその都度顔をしかめてこちらを見る様子である。窓を閉めなければいけないかしら。くるみさんはそう思った。しかしどうしたものか、妙に体がすくんでしまって手が出せない。だいたいこの紳士が乗り込んできてからはまだ身動き一つしていないくるみさんである。それに窓を閉めるとすれば、どうしても紳士の頭の後ろへ片手を持っていかなければならない。そう思うといよいよ固くなってしまうのだった。突然紳士が立ち上がった。そして窓から外を見ているくるみさんには物も言わず、荒々しい調子でガラス窓を閉めてしまった。くるみさんははっとなって身を引いた。紳士の不機嫌がくるみさんの心をむち打ったのだった。がそればかりではない、もう一つ大きな理由があったのだ。くるみさんは紳士の右手を初めて見たのである。誰でも知っているように、汽車の窓を閉めるには必ず両手を使わなければならない。それで今立ち上がった紳士もこの時初めて右手をポケットから出して両手で窓を閉めたのであるが、ちょうどその右手が窓の外を見ているくるみさんの顔の前へ来て止まった。が窓が閉まると素早く紳士はその手を引っ込めてポケットへ入れ、再び前の姿勢になって新聞を読み始めたのだ。しかしその短い間にくるみさんは紳士の右手を見てしまった。その手は中指が根元からなくて四本指である。ああ、少尉軍人の方かしら。瞬間、くるみさんはそう思って、みるみる身内が熱くなった。もしそうだったなら、私はなんて愚かな少女だろう。そういう立派なお方と同席したことを不愉快に思っていたなんて。しかし、すぐにくるみさんの頭の中には、ムラムラと一つの疑惑が持ち上がった。でも、もし軍人さんだったなら、どうしてそのように尊いご不肖をこんなに不自然にお隠しになるのだろう。そうだ。たとえ軍人さんでなくて、普通におけがをなさった方にしても、こんなに不自然な隠され方をされるはずはない。くるみさんはそう思うと、
なんだか前よりも体が引き締まるような気がして、一層小さくなりながら、ガラス越しにひたすら窓の外を見つめ続けるのだった。まもなく列車は横浜を過ぎた。ひょっとすると横浜で降りてくれるかもしれない。そう密かに心の中で思っていたくるみさんの望みもすっかり裏切られて、紳士は相変わらずくるみさんの目の前にいる。それどころか、読みかけの新聞を帽子をかむったままの顔の上へ乗せるようにしたまま、どうやら居眠りでも始めたらしく、軽いいびきが聞こえてくる。この分だとどこまで行くか知れない。ひょっとすると神津よりも向こうの小田原か熱海あたりまで行くのかもしれない。くるみさんはとうとう観念してしまった。これでもう大船のサンドイッチもみすみすダメになってしまった。紳士は居眠っているのであるから、サンドイッチを買ったって構わないようなものの、しかし物音を立ててうっかり目でも覚まされたらかえって困る。くるみさんはそーっと自分のポケットへ手をやってみる。チューインガムもキャラメルもまだそのままでじっとしている。くるみさんは固唾を飲みながら外を見た。窓の外にはすがすがしい新緑に包まれた湘南の山野がうららかな5月の陽光を浴びながら、まるで蓄音機のレコードのようにぐるぐると際限もなく展開されていく。そういう景色を眺めながら、くるみさんは何とかして自分の気持ちを引き立て、今朝の元気を取り戻そうと努めてみるのだった。ところが、気持ちが引き立てられるどころか、この時かえって大変もないことが起き上がってしまった。さっきから少しずつずれかかっていた紳士の顔の上の新聞が、この時ガサッと音を立てて紳士の横座りになっている膝の上へ落ちてきた。くるみさんはひやりとなった。どうしようかと思って紳士の顔と落ちた新聞を見比べた。無論このままそっとしておくより仕方はない。がしかし、この時くるみさんは思わずぎくりとなった。紳士の顔は後ろのもたれと窓枠の間へはまり込むようにして居眠っているので、帽子が前へずれて半分隠されたようになっているが、それはさっきのままの顔である。くるみさんがびっくりしたのはその顔ではなくて落ちた新聞の方である。その新聞は落ちた表紙に裏返しになって、さっきまで紳士が熱心に読んでいた方の面が出ているのだ。くるみさんは全く何気なしにその新聞を見たのであるが、思わずギクッとなって危うく声を立てるところだった。
それは三面記事で、上の方の右肩のところに、次のような恐ろしい文字が、大きな活字で印刷されてあった。覆面の盗賊、今夜、渋谷のバツバツ銀行を襲う。公金を強奪して逃走す。それが見出しで、その次に小さな文字が何行も並び、それからまた前よりは小さな活字ではあるが、一層恐ろしい第二の見出しが印刷されてあった。犯人は洋服姿の大男で、中指のない四本指の右手が最大の特徴。凶器を着せられつつ、沈着なる宿直員の観察。くるみさんは急に目の前がクラクラっとなって、思わず後ろのもたれへ寄りかかってしまった。なんという恐ろしいことだろう。体中の血潮がドキドキと逆流するようだ。とてもじっとしていられない。が、さりとて、妙に体がこわばって、声を立てることも動くこともできない。人違いであってくれればいいが。くるみさんは一生懸命に自分を押さえつける。しかし、その下から、むくむくと恐ろしい考えが浮き上がってくる。なるほど、洋服を着た人はどこにでもいるし、大きな男も何人もいるかもしれない。そして、中指を怪我して失った方も、広い東京には何人もいるかもしれない。しかし、この三つの特徴が、三つともぴったり当てはまるというような人が、何人もいるものだろうか。しかもこの紳士は極端なくらい不自然に四本指の右手を隠しているではないか。そういえば、社室に入ってきた時の態度からしてとてもおかしい。くるみさんはブルブルっと身震いした。おそらくこの紳士は最初社室に入ってきた時に素早くあたりを見回して、くるみさん一人だけのこの席を見つけると相手を少女と見くびって、それであんな満足そうな顔をしたのに違いあるまい。そして昨夜あんな恐ろしい仕事をして眠らなかったので、熱海か箱根へ逃げ延びる途中でついうとうとと居眠りをし始めたのに違いない。くるみさんはもうじっとしていられなくなった。が、さりとて声を立てたり動いたりすることはとてもできない。すぐ目の前の新聞記事によれば、犯人は凶器を持っていたとあるではないか。うっかり声でも立てたなら、どんなことになるかもしれない。こっそり車掌さんに知らせようかしら。しかし、そんなことをしたとて無駄である。相手がそのように恐ろしい男では、かえって騒ぎ立てて、平和な旅客たちの間に間違いでも起きたなら、それこそ大変である。いや、何よりも、もうくるみさんは石のようになってしまって、出したくても声も出せなければ、動きたくても身動きもできないのだった。長い時間が経ったようだ。じっとしたまま、こわごわ、もう一度新聞を見る。
沈着なる宿直院の観察という見出しがふと目についた。すると少しばかりくるみさんの心の中に明るいものが見つかった。そうだ、落ち着かなければいけない。我と己を励まして思い切って紳士の顔を見る。すっかり居眠りが本式になったらしい。列車はもういつの間にかいくつかの駅を通過してだんだん神津の町へ近づいていくらしい。ふとくるみさんは言い知れぬ恐ろしさの中から何とも言えない悔しさがこみ上げてくるのを覚えた。考えてみれば大変なことになってしまった。せっかくの楽しい旅行がおかげでめちゃめちゃになってしまった。ただでさえ知らない大人の人との同席なぞあまり歓迎したくなかった今日の旅行に、こともあろうに恐ろしい盗賊紳士の乗り合わせなぞとは。ふとまたくるみさんは別の考えにとらわれる。今この客車の中にこのように恐ろしい紳士が乗っていることなぞ誰も知らないのだ。私だけが知っている。このまま知らぬ顔をして構図で降りてしまっていいものだろうか。しかしそれかといってどうして自分のような少女の身でこんなに震えているような臆病さでこのことを人に知らせることなぞできようか。遠く松原の方に見覚えのある神津の山が見え出した。そうだ、もうそろそろ荷物を下ろしておかなければならない。急に我に返るとくるみさんは思い切って静かに立ち上がった。手足がガタガタ震えている。まるで夢の中の仕草のように網棚の風呂敷包みが下ろせない。がやがて取り出すことができた。紳士は相変わらず居眠っている。とこの時、お祝い物の入ったその風呂敷包みを膝の上へ置きながら、ふとくるみさんの頭の中へとてつもない考えがひらめいた。すると前よりも激しくくるみさんの手足は震え出した。がその目は急に生き生きと輝き出した。しばらくくるみさんはどうしようかと迷っているようであったが、窓の向こうに神津の海が見え出すと、いきなりくるみさんは制服のポケットの中へ手を突っ込んだ。そしてシンクのリボンのかかった小さな美しい木箱を取り出した。それは信子さんへのお祝いにこっそり買い求めてきたあの香水だった。くるみさんは物に疲れたような手つきでブルブル震えながらその美しいリボンをほどき、レッテルを剥がして木箱の蓋を開けると、中から丸い可愛い香水の瓶を取り出し、その線の封を切った。くるみさんは静かに前かがみになった。線を抜いた香水の瓶を居眠っている紳士の方へ
ワクワク震えながら差し出したかと思うと、素早く瓶の口を下へ向けて紳士の洋服へ惜しげもなくたらたらと中身を流し尽くしてしまった。列車は神津駅に止まった。なおも居眠り続ける紳士を残したまま、くるみさんは列車を後にした。そして駅を出ると、まるで火でも放ったような張り詰めた顔をして、すぐ駅前の交番の前へ立ったのである。湘南から伊豆の町々へかけて、警察電話が活発な活動をし始めた。小田原から伊東に至る11の停車場の出口には、鋭い目をした私服のおまわりさんたちが、目ではない、鼻をひくひくさせながら、まるで旅客のような格好でこっそり立ち始めた。ここは熱海の駅である。午前10時46分、伊東行きの列車が到着すると、大勢の旅客たちが広いプラットホームになだれ出た。その人々の中に混じって、一人の異様な紳士が、満身に素晴らしい香水の匂いをプンプンさせた紳士が、右手をスプリングコートのポケットへ入れたまま、何かひどく腑に落ちかねたような顔つきで、鼻をひくひくさせながら、人混みをかき分けるようにして、出口の方へ歩いていった。人々は、誰もかもその紳士の発散する強い激しい方向に打たれて、びっくりしたように立ち止まると不思議そうな顔をして、あるいは呆れたような顔をして紳士を見返り見送った。すると紳士はいよいよ訳がわからないというような顔をしながら、少なからずうろたえ始め、急に急ぎ足になった。と、その体から立ち上る方向は、自ら巻き起こした風に乗って、いよいよ広まり、一層多くの人々が立ち止まって、不思議そうに紳士を見つめ始めた。紳士は泣き出しそうに顔をしかめた。が、急に今度は、真っ赤になると、歩きながらしきりと何かブツブツ言い始めた。そして前よりも一層激しくうろたえ始め、慌てた足取りでプラットホームから地下道へ、地下道から駅の出口へと、檻から爽やかな5月の微風に、停車場一面、時ならぬ香水の嵐を巻き起こしながら、駆け出していった。このような紳士が、駅の出口で、さっきから鼻をひくひくやりながら待ち構えているおまわりさんをごまかすことができようはずはない。その晩、東京のお家へ帰ったくるみさんのところへ、警視庁の偉いおまわりさんと、バツバツ銀行の支配人さんと、それから新聞社の人たちがやってきた。写真を撮られたり、いろいろな話を聞かれたりした後で、銀行の支配人さんが言った。お嬢さん、あなたのおかげで、私どもの銀行は大助かりをいたしました。ついては何かお礼を差し上げたいのですが、
何がお望みでしょうか。するとくるみさんはちょっとためらってからこっそり言った。そうですの。じゃあせっかくですから私の使ってしまったあの香水を買っていただきましょうか。だって私あの品をいとこの信子さんにお送りするつもりだったんですもの。おやおや、お嬢さん、私どもはもっとたくさんのお礼を差し上げたいのですよ。それはそれとして、さあ何でも他にお望みの品をもう一つおっしゃってください。するとくるみさんはちょっと考えてから恥ずかしそうにささやいた。じゃあ私サンドイッチをいただきますわ。